基調報告を行いますまずパネリストの方々を順にご紹介させていただきます拍手でお迎えください弁護士でハンセン病家族訴訟弁護団共同代表を務められました徳田康之さんです 新聞大阪本社政策技術局長の斉藤貞三郎さんです <laughs> フリーアナウンサーの籔本雅子さんです <laughs> そしてコーディネーターは公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長の坂本茂樹です ここで皆様にご案内ですがお手元の資料に質問用紙が入っておりますのでご質問のある方は休憩時間にスタッフ証を下げたスタッフにお渡しいただきますようにお願いしますすべての質問にお答えできないかもしれませんがこの機会にご記入をお願いいたしますそれではここからはコーディネーターの坂本さんに進行をお願いいたしますお願いします えー、皆さんこんにちは、えー、ご紹介いただきました、えー、人権教育啓発推進センターの坂本でございますお時間をとって恐縮ですけれどもまず私自身のことからお話しするのをお許しください、えー、私は2008年から2013年にかけて国連人権理事会の諮問委員会委員を務めて <laughs> 失礼日本政府の提案による ハンセン病の患者回復者とその家族に対する差別の撤廃決議に付属付随する原則とガイドラインの策定を担当いたしましたこの原則とガイドラインは各国政府や関連機関に対してハンセン病の差別をなくすためには何が必要で何をするべきかを ししし示した文書でありまして2010年の国連総会で193の全ての国連加盟国が賛同した決議でこの原則とガイドラインは支持されましたでその作成過程で明らかになったのは、まあ、世界中でハンセン病に伴う差別がありしかもこの差別が 家族にも及んででいいるととうことでありましたで先ほどファンさんが話されましたように、えー、我が国においては、えー、昨年ハンセン病家族訴訟において国の、えー、責任が認められ、えー、安倍総理大臣が原告団の家族代表の方々に謝罪をされました。えー、本日皆様のお手元にあります 人権シンポジウム in 名古屋というこの冊子のですね34ページにハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受け入れにあたっての内閣総理大臣談話というものが掲載されております。そこでは 関係省庁が連携協力し、患者、元患者や。その家族が置かれていた境遇を踏まえた。人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むとされております。まあ、このような新しい展開の下で、本日のシンポジウムを開催できたことは。誠に、ええ、時期を得たもので、まあ、重要な。 機会であると考えますこれから様々なお立場の方々からご意見を頂戴をしたいと思いますまずはハンセン病家族訴訟弁護団の共同代表を務められました弁護士の徳田康之さんにお話をお伺いしたいと思います徳田先生よろしくお願いします皆さんこんにちはご紹介いただいた徳田です 私どもに与えられた時間は1人15分ということなので、えー、少しあの言葉足らずになるかもしれませんが、私からは2つのことをお話したいと思います。1つは、ハンセン病に対する偏見だとか、あるいは患者であった方、及びその家族に対する差別といったものが、どうして生まれたのか、そのことにおいて国にどのような責任があるのかということ。かもう1つは、 そうした偏見差別が今どのような形で存在しているのかこの2つをお話することを通してこれからそうした偏見差別をなくしていくために私たちは何をしていかなければいけないのかということを皆さんと一緒に考えられたらと思っていますでまずこの偏見差別がどうして生まれたのかということですこれは全て国の隔離政策に原因があったと言っていいと思いますで2つの面で 国のの責任はは許しがたいいものだったと私は思いますで。一つは国はハンセン病について恐ろしい伝染病であるということを徹底的に私たち社会の中に植え付けていきましたその上でハンセン病にかかりやすい体質は遺伝するという考え方をも政府は推進展開をしていったわけです。 恐ろしい伝染病である伝染病にかかりやすい体質は遺伝するこの2つの考え方がハンセン病の患者さんの家族に対して社会がどのような目で見つめるようになったかお分かりいただけると思いますが恐ろしい伝染病であるから一緒に暮らしている家族には感染しているに違いないあるいは伝染病にかかりやすい体質は遺伝するんであれば ハンセン病の患者さんの子どもにはそうした体質が引き継がれているはずだ。こういう考え方が私たちの社会の隅々にまで植え付けられていったわけです。そこでは家族は感染予備軍あるいは潜在的感染者という位置づけを与えられてしまったことになるわけです。その上で国は そうした考え方による隔離政策を推し進めていくに際して村井県運動とといいうとんででもないやり方を徹底したわけです先ほどファンさんのお話の中にその具体例が本当に分かりやすく語られていましたけれど村井健運動というのは私たちが住んでいる町や村に一人たりともハンセン病の患者さんがいない。 そういう状況を政府と国民つまり官民一体となって推進しようという運動でした戦前と戦後2回にわたって全国隅々にこの運動が展開されましたその運動の中で最も力を入れて推奨されたのが通報です 近所の方々や学校の先生たちがハンセン病ではないかと疑われた人を発見するとそれを役所等に通報しどこどこの地域どこどこの学校にハンセン病ではないかという人あるいは子どもがいるということを知らせていくそうした知らせを受けて今度は役所の職員や療養所の職員がその家に 何度も何度も仕掛けていきあるいは消毒をするという形で近所の誰一人としてそこの家にハンセン病と疑われる人がいるということを知らない人がいないという状況をま作り出していったわけですねその結果として何が起こったかと申しますと学校の中では家族にハンセン病の患者と疑われる人がいるというただそのだけで 学校に登校しようとすると暴力的に阻止されたり石を投げられたりそれでも頑張って学校に行っても掃除の時間に同じバケツに使わせてもらえない修学旅行に行っても同じ部屋で休むことを阻まれて布団が入っていたおれに一人寝ることを余儀なくされる。昼のの給食の時間は 一人だけ別の部屋で食べさせられる沖縄では風の強い日には毎,毎回せきがえをされてそのハンセン病の患者さんの子供であったその生徒は風下に座らさせられる「どうしてこんな咳きがをするんですか?」と問うその生徒に担任の先生は「お前が風上にいたら」 ハンセンセ病がうつったら大変ななこととになるだろうとるそういったことが全国各地で展開をされていったわけですね。そうした中でハンセン病の患者さんやその家族は地域やあるいは学校で生きていく場を失っていくということが余儀なくされていったわけです。ここうしたたとが戦前戦前後にわたって 長い間続けられていく中でハンセン病の患者さんだけではなくその家族の人たちが社会の中でいる場所がいないというそういう状況に追い込まれていったわけですそうなりますと家族にハンセン病の患者だった人あるいは患者と疑われた人がいるその家族はどのような人生を余儀なくされるか。 先ほどファンさんが語っておられましたが自分にそうしたハンセン病と疑われた家族がいることを徹底的に隠して生きるということを余儀なくされますこれがどれほどつらい人生であるのか例えば好きな人ができたとしますその人と結婚したいという時に大きな 難問に直面すするわけです自分の親があるいは自分の兄弟がハンセン病の病床にいるということを言うべきか言わざるべきか多くの人たちはそれを話します圧倒的多くの人がそのことによって恋愛関係が途絶えてしまう中にはすでに妊娠をしていて一緒に結婚しようというその時に 自分の兄弟にハンセン病の患者がいるということを告げただけで子供を下ろせこういう形でその後の交際を断たれてしまった人もいますですから多くの人たちは結婚に際して自分の家族にハンセン病の患者だった人がいるということを伏せて結婚することになるわけですそれは夫婦の間 あるいは子どもが生まれると重大な秘密を抱えながら生きていくということになっていくわけですね。こうした秘密を抱えながら生きていくという人生は長くなればなるほどその事実を話せなくなってしまうという形になっていくわけです。その上でどうして自分がこんなつらい人生を歩んでいくのかということを考えさせられるわけですよね。 そうなると、自分がこんなつらい人生を余儀なくされているのは父ちゃんがあるいは母ちゃんがハンセン病の患者だからだ自分たちがこんなつらい思いをしながら生きているのは父ちゃんや母ちゃんあるいは兄弟がハンセン病になってしまったからだという形でもっとも親しかるべき親や兄弟を 憎んだりうんじてしまうそういう形で家族の人たちは家族関係を作っていくということまでも阻まれて生きていくということを余儀なくされてきたわけですそういう意味でこの家族の被害あるいはハンセン病であった方たちの被害をもたらした原因は国にあるこの 国の隔離政策にあるということを私はまず申し上げておきたいと思いますその上で大事なことはそうした国の隔離政策の中で実際にハンセン病の患者さんやあるいはその家族の人たちを地域から追い出したり学校の中で徹底的に排除したのは誰だったのかということですね。 先ほど、ファンさんも述べておられましたけど、国のお役人が直接、地域から患者さんや家族を追い出したわけではありません、国のお役人が学校に来て、ハンセン病の患者さんの子どもたちを教室から連れ出したわけではありません、実際に患者さんや家族を地域や学校におられなくしたのは、私たちです。 近所の人たちや学校の先生やあるいは自分に災難が起こってくることを恐れた親戚たちでしたあえて申し上げますけれどハンセン病の患者さんや家族たちを地域の中で暮らしていくことを阻んだのは私たちですそれは抽象的な社会とか社会構造とかいう問題 というよりは、私たち一人一人人です。私はハンセン病問題を考えるときに私たち社会を構成している一人一人地域の住民であり学校の先生であり親戚であった一人一人が加害者である加害者であった私たちの加害者責任という問題を考え抜かない限り ハンセンセ病問題についての偏見差別はなくならないと確信していますつまり圧倒的な国の加害責任と私たち社会の側が加害者になってしまったというこの2つの問題がどれだけ多くの私たち社会の一人一人に認識されていくかということを抜きにして偏見差別の解消はありえないと思っていますその上で それでは今ハンセン病についての偏見差別はどのような形で私たちの社会に存在しているのかまず申し上げたいのはこのハンセン病家族訴訟は568人の人が原告として参加しましたその中で先ほど講演されたファンさんのように使命を公表し素顔をマスコミにさらしている人たちが何人いらっしゃると思いますか わずか5人です。他の皆さんはべて匿名です自分たちがこんなひどい人権侵害を受けたとして起こしている正しい裁判をやっているのになんで568人のうち560人を超える人は市民を隠しながら裁判を戦わなければいけないんでしょうかその上で原告のお一人は 裁判を起こした直後に30代ですけれど幼い子どもさんが2人いるという状況の中でお連り合いが自分の夫のお母さんがハンセン病の患者であったというただその一つの理由で離婚を突きつけるという事態が起こっています。つまり今のこののここ時代にこの世に世いても 家族にハンセン病の患者だった人がいるということが離婚原因になって堂々とまかり通っているその私たちの社会の罪深さを知らせてくれたのが2003年11月に熊本で起こりました黒川温泉宿泊拒否事件でした。事件のことをお話しする時間はありませんがこの時宿泊を拒否したホテルが過ちを認めて 熊本にあります菊池渓風園という感染病療養所に謝罪に行きましたその謝罪を菊池渓風園に入手しておられる方々が受け入れなかったんですね大きい声を出して謝罪になってないと、まあ、いわば批判をしたわけですその状況がテレビを通して全国に流れましたその夜から 100件を超える電話300通を超える誹謗中傷文書がこの菊池京風園に殺到しましたその中にはお前たちは豚のクソ以下の存在だと人間ではない人間でないやつが人並みにホテルに泊まろうとするからこういうトラブルが起こるお前たちは人間ではないんだから人並みにホテルに泊まったりレストランで 食事をしたりなどとする権利がないことを自覚せよというそういうとんでもない誹謗中傷文書もありましたが最も多かった誹謗中傷文書は「あなたたちが苦労したのはよくわかる」「大変だった」「そういう意味で国売訴訟で勝ったのも自分たちは支持した」 だだけどそこまでだホテルの側が過ちを認めて謝罪しているそれを拒むというのは、お前たちは身の程知らずだ、それは思い上がりではないか、もっと謙虚になりなさい、そういう謙虚な態度をしなければ、私たち社会があなたたちを受け入れることはできないよという、そういう類の文章でした。わかります こういう差別を受けた人たちがあくまでも同情されるべき存在で社会の中で小さくつつましく生きていると限りなく同情もしますし理解もしようとするよくやったという称賛もするだけど自分たちが受けたその差別を戦おうとして声を上げると社会の顔が突如として。 思い上がっちゃいけないよ身の程を知りなさいという形で誹謗中傷にさらすこれが今私たちの社会におけるハンセン病差別の二重構造と呼ばれているものではないかと私は思っているわけでこうした差別された人たちがあくまでも同情されるべき存在として小さく 密かに生きているということしか許容しないというこの厚い壁を破っていくことこそが私たちに求められている啓発ではないかと私は考えています時間がないので意を尽くした話ができませんが私の申し上げたいことは以上です徳田先生どうもありがとうございました それでは引き続きまして毎日新聞大阪本社政策技術局長の斉藤亭三郎さんにお話をお伺いしますパワーポイントを使って話していただきます皆さんこんにちはえっと政策技術局長と聞いて一体新聞社で何をやってるのかと思われるかもしれません あの昨年まではあの編集局というところで、まあ、いわば記者のようなことをしてたんですけれども、まあ、あの社内事情でこういう立場におると、まあ、あの新聞の、えーまあ、制作する上でさまざまなあのコンピューターシステムが使われておるんですけれども、まあ、そういうところを管理して印刷から輸送というところまで面倒見るいわゆる新聞があのちゃんと形として世に出る。 そこを最後に支えている文章であります今、徳田先生が偏見差別についての構造ですとか、現在どうなっているかというお話をされましたので、私は自分の,その記者としての経験ですね、どのように学び、どのように記事を出し、どのように報道してきたか、そういったものをちょっとご紹介させていただきたいと思います。 私はあの初めてえハンセン病問題と出会ったというのが26年前えちょうど会社に入って7年ぐらい経った時でしたえ当時あの岡山の長島愛勢園ここを訪問したんですね全くあのハンセン病についてあの知りませんでえ療養所というので皆さんあの ベッドに寝てはる方が大半ななののかなといいうぐらいの感じでいきましたですからあのですか,、ね、かわいそうな人への同情という気持ちもなかったですし、えーまあ、日本の誤った隔離政策を糾弾するんだですとか、えー、人権回復のために、えー、頑張るんだというそういったジャーナリスティックな視点を持ってそう言っていったわけでは全くありません。 たたまたま声をかけてくれた知り合いが日本にアウシュビッツがあるんだというふうなことを言ったんですねこれはちょっとどういうことやと一度あの言ってみなければならんなということで言ったのが長島伊勢園でした最初にあのお配りしたあの封筒の中にいろいろなパンフレットがありますので今日本の留養所どこにあるかというようなデータもいろいろ載っておりますのであまり詳しくは 話しませんけれども国立療養所でいくと北は青森から南は沖縄まで13カ所あります、えー、昨年の5月現在で、えー、およそ1200人の方が、えー、暮らしてあります、えー、平均年齢が、えー、85.9歳もうほぼ86歳ですねで、えー、おそらくこれは昨年5月のデータですから今年ぐらいには、えー、もう1000人を切るかもしれません 入園者の方というのは本当に今少なくなっています。で、えー、この中であの岡山県の瀬戸内市というところに、えー、私あのあります長島温泉に行ったんですけれども、二十六年前、当時あの六百人ぐらいいたと思いますね、五百人後半ぐらいでしたかね。それが今百五十人です。えー、まあ、漁場全体で言いますと、昭和三十年代には一万 えー、2000人ぐらいでしたかね入ってらしたのでもう10分の1ぐらいになってますねピーク時に比べますと本当にあの、えー、ハンセン病のこの日本における歴史の中で病所という役割が大きく転換してる時期に今来てるということですで先ほど言いましたように皆さんあの私初めて行った時に、えー、ベッドで寝てるかと思いましたら元気な方はもうバイクに乗ったり車に乗ったり 家庭菜園をしたり、えー、園の外に遊び行ったり、まあ、普通に動き回っている方もたくさんいらっしゃるで園内にもあの売店ですとか郵便局とか、えー、床屋さんとかいろいろあって小さな町があの島の中にできてるそういう印象でしたこれはあの長島支店上空から撮った写真ですけれどもあの行かれたことがない方はどういう施設かなと思われるかもしれませんあのこういった形で えまあ長屋といったら変ですけどもえそういったあの住宅、居室ですねこれが並んでてえ介護しやすいように廊下でつながっているというところがえ今、メインになりつつありますそしてさらにあの入所者の方がどんどん減っているということでえ鉄筋の建物を建ててそこにどんどん集まってもらってえ介護、看護しやすくしているというのが現状です。 でここにあの長島聖に行ってそこで、えー、入園者の方からいろいろお話を聞いたんですけれどもそこで、えー、初めて入園者の方たちが強いられた人生被害あのこの時点ではまだ私もあの入園者の方の被害ということしか分かっていなかったですねあの家族の方が受けられた被害というところまであの思いが及んでいませんでした。園内にはいろいろろ えー、そういった隔離強制隔離というのが行われていた時代の、えー、いろんな建造物構造物が残ってますこれはあの患者が入園する時に使われた桟橋ですねもう壊れてしまっていますかつてはあの職員と患者というのは全く別の桟橋を使ってましたし園内でも、えー、患者地帯職員地帯というのが分けられていました たとえ親子であっても、えー、子どもさんが、えー、患者でなければ親のところに自由に行けない親も子どもに自由に会えないとそういう状態でした、えー、園から逃走すると看、えー、房に、えー、入れられて食事制限などをされる、えー、ここは今の今、えー、崖を取り崩して、えー、埋められたんですけども外壁のみ外から今も見えるようになっております 火葬、えー、場も園内にありました、えー、この仮場はあの2000年まで使われてました私も何回か火葬の、えー、立ち会うこともありました今はもう火葬場は取り壊されていますで火葬、えー、されると、えー、納骨堂あのー、ファンさんもおっしゃってましたよね、あのー、どこの園にも納骨堂があります、えー、ふるさとに帰れない遺骨長島江線で言えば3,000、えー、柱 以上ままだあります骨になっても帰れない、えー、そういう現実が未だにあるということです、まあ、こういうのをいろいろあの入園者の方から園内説明されしていただく中で入園者の方いわゆる患者の方ですね当時、えー、どういう被害に遭ったか人生被害あったかというのを一つずつ知っていくとそういう過程をこの取材の中で知りました。あのここにはあの出てないですけれども 結婚の条件に男性が断酒されたとか女性が妊娠すれば脱退される職員が少ないので入園者の方が土木作業から洗濯食事重症者の看病介護もうさまざまな園内作業を行ったその中で体をどんどん悪くされたという現実があります家族を守るために本名を隠して園の名前で入っているそういう方もたくさんいます あのよく福祉国家の理想としてあのゆりかごから墓場までと言われますけども墓場だけあってゆりかごがないという施設でした。まあ、ショックだったのはあの入所されている方が自分の親と同じ世代だったということですね。あの自分の親も昭和一桁ですから一桁生まれですから戦争体験あってまあいろいろ苦労はしてるんですけれどもやっぱり戦後え高度成長の中でえ仕事を見つけ 家族結婚して子供も産みそういったあの幸せ自由というのを享受してたんですけれども同じ世代の人たちがたまたま病気を病んだということでこういう人生を送らざるを得なかったということを初めて私そこで知りましたある入所者の方が自分たちの境遇をこう言いました「病み捨て」「うば捨て」とか「おば捨て」っていうお身はありますけれども 病気になったことで島に隔離されて一生を得ると私たちは闇み捨てられたんだというふうな表現をされていましたこうした闇み捨てというものを社会から見えない形にして残った人たちが幸せに暮らしているとそういう社会に自分たちは生きているんだ生きてきたんだということを思い知るそういう取材でした。 新聞報道について言えばあ当,時当時と言いますかねあのかつてはあの全く科学的知見、まあ、医学的知見に基づかない報道というのは山ほどあります。えー、1960年の頃にこれはあの別の新聞ですけども毎日新聞じゃないですけども野放しの患者、小、えー、見出しの記事が出ている。えー東京の 養状から入院者が自由に外出してて感染の恐れがあるんじゃないか住民は恐怖におののいてるそういう内容ですさらにそれから5年経って65年これは沖縄の病状について沖縄,所だ、ね、沖縄での話ですね学校の先生が患者と分かった子どもが感染したんじゃないかとんでもない話だという記事です 1960年というのはあの先ほどの熊本の判決から判決の中でえもう隔離の必要はなくなったとそういうふうにえ判決の中で言ってるその年が1960年ですその年でもこういった記事がまだまだ出てたんですねファンさんがあのもうまさにご家族と愛青年を出て、えー 大阪の方でもう住んでた時代でですね。その頃でもこういう記事が出た当然こういう記事を読んだ人たちは、えー、誤解また偏見そういった強い影響を受けたであろうというのも判決の中で述べられていますですが予防法の建て前からすればこういう記事が出るのはむしろ当然であるというふうなことも判決の中で述べています強制隔離するという法律がある以上こういう記事が出ても仕方がない という判決ですねですけどこれ本当にそれでいいのかあの報道の責務といいますかそれを本当に果たしたことになるのかさっきあのファンさんがあの公務員あなたは公務員だったらどうしますか総理大臣あなただったらどう答えますかという問いかけをされましたけれども新聞社新聞記者 それででかかったんですかじゃあ今同じようなことがあったらあなたはどうしますかそれをあの問われてるそういうあの歴史ですねそういうところをまた直視するそういうあの取材でもありました今あの家族訴訟の時にちょっと私気になったこれはあの毎日新聞にもそういう言葉あったんですけれども結構救済という言葉が使われました。 助けえー、救いい助けるととうことですね、えー、回復者かんあの家族というのは救わ,れる対象な救われる立場なのか救われる対象なのか自分たちはじゃあ救う側なのか救う立場なのかどっかなんか違和感があるんですよね。あのかつて ハンセン病のこの患者の強制隔離というのは「旧来」という言葉のもとに行われましたかわいそうな人たち困った人たち苦しんでる人たちを救うそのために隔離するんだという視点で行われていますこの「旧来」という考え方が根底にあって言葉だけ「救済」ということに変えていたとすれば同じことを繰り返してるんじゃないかなそういうことを 思わざるを得ないんです、えー、この前の家族訴訟の判決の時いろいろ新聞の見出しパッと見ましたけどもハンセン病救済残る課題家族の人生被害救済家族救済具体化早くまあ,あの見た目には分かりやすい話ではあるんですけれども本当にこの救済という考え方ここから脱しないと 同じ立場に立って見つめることができないんじゃないかな二十、えー、数年見てきてどうにももこの言葉が私は今も引っかかかってますかつてそれではあのじゃあ自分でどういう記事書いてきたかということでちょっとあの振り返ってみたんですけれども、えー、一番学んだというのはやっぱりふるさとや家族に対する思いのこの熱さですね。 それとともにあと人間としての尊厳これを取り戻すための戦いこの戦う姿勢というのを本当に学んだなと思いますこれがあの私療所に行って94年の5月に行きましたので10月に初めて書いたハンセンセ病の記事です半世紀ぶりに本名で辞伝を書いたという長島愛生の入所者の方の話です 東海地方出身の方ですけれども長島に橋が架かってだんだん変わってきたとハンセン病の本当のことを知ってほしい事実を知ってほしいそれなのに自分は縁の中で使われている名前で本名を名乗ってない自分を語ってないそれで本当のことが伝わるだろうかという思いでこの方は本名を名乗ったわけです。 ですがやっぱりそこの本名を名乗ることによって家族の反対当然ありましたそれをまた別の家族が説得して回ってなんとか兄弟また再会でき実家に帰ることもできたこのあといろいろな展開がありましたでもやっぱり本人ご本人がこうやって名乗ること自分を変えていくことで変わった人権に無関心という病 ここに出ている宇佐美さんという方この方も愛知県出身です領、えー、所の中で自治会活動をしながら、えー、本当に戦って、えー、入所者の権利獲得のために尽力されましたでも本当に家族のことだけは語りたがらなかったですねそれだけ 歴史のこと領事のことハンセン病のことは語れても家族のことだけはなかなか語りにくかった本当にあに裁判になった頃から徐々に徐々に少しずつ話しされていった方です、えー、人生奏でるハーモニカ、えー、このハーモニカ吹いてる男性この方はあの大阪から長嶋聖に入りました全盲になって、えー、生きがいを見失ったけども えー、体は不自由になっても自分たちの生きがいを見つけようということで、えー、ハーモニカの楽団を作って園内外で演奏された、えー、ふるさとに帰って演奏会を開いたときにこうおっしゃいました私たちは被害者だが敗北者ではないもうまさに人間の尊厳を象徴するようなそういった、えー、言葉でした、えー、キム・テグさん、えー、この方も長島ません 暮らされた方です、えー、隔離の怖さ最初に聞いたのは隔離の怖さっていうのはふるさとや家族から引き離される、えー、もちろんそういうこともあるけども本当の怖さっていうのは療養所に入れられていると次第に外に出ようという意欲を失わされてしまうことなんだ奪われてしまうことなんだ人間としての尊厳を奪われることなんだ意欲を奪われることなんだということをおっしゃっていました。 非常にあの資産に富む言葉をたたくささん残された方です社会の意識改革に必要なもの,あの偉そうなことここであの私言える立場ではとてもありません、えー、本当にあのこれまで長島の方たちとお会いしてきてまた回復者の方お会いしてきた中でいろいろ考えましたあの長島の方たちとお会いしてて話してて一番感じたのはやっぱりその人間的なあの素晴らしさというところですねあの まあいろいろと戦ってきたたくましさというのもありますしあの人に対する優しさ時にはしたたかさ、うん、怒り人間としてのプライド、えー、諦めない姿また一方で諦めて耐える姿すべてが本当に魅力と言ったら変ですけどもあの人間を学ばせてもらったなと思います。あの変にあのの変に ハンセン病を患った方は成人君子というふうに扱うつもりは全くありませんけれども、まあ、あの啓発活動の中で正しくハンセン病の,そのこういう病気であるということを伝えるのも大事ですし、えー、またどうすればいいかというのも大事ですけれどもやはりこういった回復者の方に対する共感敬意というものが一番大,大切なんじゃないかなと私は考えております。 <laughs> 生徒さんどうもありがとうございましたそれでは最後にフリーアナウンサーでハンセン病の問題に取り組まれておられつい先ごろ法務大臣人権擁護特別厚労省を受賞されました矢本雅子さんにお話をお伺いします矢本さんよろしくお願いします皆さんこんこにちは やぶもとまさこと申しますもしかしたら皆さんの中にはなんでやぶもとがこんなところで話しているのかというふうに思っている方もたくさんいらっしゃると思います私は91年に日本テレビに入社しましたもうかれこれ30年近く前になってしまうんですけれどもまあ入った時はですねこのように あのアナウンサーをやっておりまして3人組のドラというので注目をされましたちょうど40周年記念だったんですねで短いスカートを履いて歌ったり踊ったりですねまた日曜日の「スーパージョッキー」という番組ではネットコマーシャルというのがありましてそこに入った唯一のアナウンサーでございますであの「き、え、ょ、ー、の出来事」というニュース番組も、まあ、天気予報だったんですけども最初やっておりまして櫻井よし子さんの横でやってましてある時から まあ、バラエティアナウンサーがニュースを読むのも面白いんじゃないかということでしょうか、まあ、私もニュースを読むようになって、まあ、取材に興味を持っていたた時期でしたで薬害映ズがちょうど勃発していた時なんですけれどもあの96年に来予防法が廃止されたというニュースがあって。 まあそれはそのニューステレビのニュース番組ではほとんど触れられなかったんですねひっそりとしておりましたもう静かに消えていったという感じなんですけれどもあの私は非常にそこにあの、まあ、興味を持ちまして「雷」という言葉に非常にその強烈な イメージを持ってたんですねとっても大きな偏見がありましたもう怖い病気だと思っていたしうつると思っていたんですねところがまあ調べてみたらあのもうとっくに治る病気になっていてなのに療養所がまだ国立に 13円もあるとということにまあ衝撃を受けたんですね結核とかそういうものだったら治ったら戻ってくるのが当たり前なのにどうして来病ハンセン病は戻れないのかっていうのがもうびっくりだったんですねですぐにあの前小園という東村山にある国立療養所に伺いまして資料館を見学した、まあ、ただごとではないことがこの国で起きていたんだなということが分かってですね すぐにあの取材の企画書を書いてこれを特集したいというふうに、まあ、申し出たんですけれども全く報道局の中では相手にされませんでしたそんな古い話を今やってどうするのと、まあ、そもそも資料映像というのがないんですね一度も取材をしたことがないのでその外観すらないというテレビは全く放置してきてしまったという歴史がありまして、えーまあ、ニュース素材がなかったというのもあります。 でまず藪本にそんなものができるわけないだろうというふうにまあ言われましたである人はですね、まあ、前哨園に行ったというとですね藪本ハンセン病うつったんじゃないのしっ,しってやるわけですねまだ報道局の中では96年当時強烈な怖い病気だという認識がありました。でそういうい中で まあ私はそれは怖くない病気だと学んだわけですからこれは何とかしないといけないというあのここでやめてしまったら私も同じ加害者になるという気がしましてやらなきゃいけない知った私がやらなきゃいけないという気持ちにも,もう強烈に襲われましてですねまあそこであのアナウンサーを辞めて記者になりましたまあ記者になったら自分で取材をして編集して原稿が書けるという立場ですのであの まあ非常に私にとっては清水の舞台から飛び降りるという気持ちだったんですけれども記者になりましたで、まあ、最初警視庁クラブなどで働いて、まあ、3年目に厚労省の記者になってでようやくハンセン病だとでちょうどその頃国媒訴訟が起きていましたで国媒、まあ、訴訟はあの司法クラブの担当なんですけれども私はまあ足しげく東京地裁にも通ってましてそこである女性の方の証言を聞きました アン・スーニンさんという方でしたで、その方はですねあの16歳で奥公明園に入所するんですねで、入所するとすぐに結婚をさせられるんです相手は16歳も年の離れた男性だったんですで、外の社会に妻も子もいる男性だったとても嫌だったとでも断る選択肢はなかったんですね でわらび取りに行こうというふうに言われてついていったら、まあ、押さえつけられてその場で無理やり、えーまあ、ほとんど強姦じゃないかと思いますけど、まあ、夫になる人なんですけれども無理やり性行為があってその1回で妊娠したそうなんですね。で子どもを持つことが許されていない療養所でしたのであの、まあ、中絶という選択肢もあったんでしょうけれどもあの諸事情あってですね、えー、お腹の赤ちゃんはですね9ヶ月になってしまったんですね。 でそうなると中絶ということではなく人工相残という手術が行われるわけです。まあ、そこでですね、麻酔もその時代ありません。痛がると暴れると大変だということでベッドに両手両足をくくりつけられたそうです。で医者でもない看護師さんが来て子宮に手を入れて赤ちゃんを引っ張り出したで。引っ張り出した赤ちゃんはおぎゃって泣いたんですね。でその泣いてる赤ちゃんを その看護師さんが医療用の議員のトレーに乗せてアンさんの目の前まで持って行って「元気な男の子ですよ」って見せるんですねで見せて「もういいでしょ」その赤ちゃんを手足動かしている赤ちゃんをうつ伏せにして鼻をギュッと押さえてで部屋から出ていってしまったそれっきりだったそうなんですで後日その赤ちゃんはホルマリン漬けにされて標本棚に置いてあったというふうに言っていました。 その話をしながらその方はですね、子供を作っちゃいけないという療養所で赤ちゃんを作ってしまった私がいけなかったんだ私のせいなんだ泣き崩れるんですね。もう50年。 ぐらい前の話でしょうけれどもまだもう鮮明にその記憶はあって痛みはずっと消えずに残っていて泣かれた私も一緒にもう泣かずにはいられなかったなんでアンさんが自分のせいだと思うんだろうかとこれは一体誰のせいなんだとしたくもない結婚をさせられ妊娠させられ子供を産んで殺されてそれがどうしてあなたのせいなんですかと思ったんですねでもそう言っていましたで これは絶対なかったことにしてはいけないと思って、えー、ようやくハンセン病を取材したいと思い立ってから何年も経っていたんですけれど2001年に国売訴訟の熊本地裁判決が出るということに合わせて、えー、放送することができましたで、まあ、判決はあのご存知のように原告の全面勝訴という結果でした、まあ、新聞はトップ記事でもちろん伝えたんですけれども またテレビ私はもう当然これはあの大きな扱いをするだろうと「まあ、ニュースプラスワン」というのが当時ありまして5時から7時の2時間番組だったんですね、まあ、その中でたくさんやるだろうと思ったらですね、まあ、35秒しか枠がなくてですね、えー、しかも熊本の判決だから熊本県民テレビさんが書くから「やぶもといいよ上がってお疲れ」みたいなそんな感じだったんですね。いやこれれは全国の話ででししょうと思ってもうびってびくりしたんですけれども まあその日は90分間え浅草の通り魔殺人の容疑者が逮捕されたニュースが90分間やってました、まあ、なぜかというとその通り魔殺人の男性がですねレッサーパンダのかわいい帽子をかぶってたからという一点に尽きるかと思うんですけれどもまあそちらのニュースの方が優先されてしまって30分35秒だった、まあ、悔しいのであのケーブルテレビでですねえまあ,あまり人が見ていないんですけれども 90分間の番組を作ってそのあの徳田先生にも出演していただきました今思うととても充実した内容だったんですけれどもあの多くの方に見ていただけなかったのが非常に残念で私としては敗北だったわけですでその後、まあ、小泉総理が控訴断念をしてでその時行われた記者会見に私も立ち会っていましたその時いた記者全員が泣いてました人間回復宣言をしました 人間の尊厳を取り戻しましたという力強い言葉があってもう私はその瞬間に立ち会えたということはもう記者をやっていてこんな瞬間にもう二度とないだろうと思ってですねもう燃え尽きてその後ほどなく日本テレビを退社いたしましたで私あのずっとしばらくですね専業主婦をやっていたんですけれどもまたですね黒川温泉事件が起きたわけです。 まだ差別が続いてたのかとあれだけ一生懸命国売訴訟の時期にみんなが涙をしてテレビでも散々報道したわけですねそれなのにまだ差別が続いていたということがとてもショックだったんですでそこからまたさらにハンセン病に関わるようになってでちょうどその頃まあ、2005年にですねハンセン病問題の検証会議という報告書こんな分厚い報告書があ出来上がりましてまあ、読んでいたらですね ま、これは政治官医学会、宗教などま学、あ、会の責任について書かれているんですけれども、もまあ、メディアに関しては新聞報道の検証のみだったんですね。で、あのテレビ映像とか映像分野がまるで検証されていない。い映像分野だって。 影響ある与えてるでしょうと責任があるでしょうと思ってですね。まあ、私、大学院に入ってハンセン病問題、映像メディアの責任ということで、まあ、論文を書いたんですけれども、そこのほんの触りだけちょっと紹介していきたいと思います。まず、このハンセン病あの1番こう影響を与えたのはあのまあ、戦前です。けれども、1940年の映画小島の春ですね。 これはまあ皆さん見てる方はいらっしゃらないかもしれませんけれども聞いたことがあると思います原作「小川雅子」という方はあの長島愛生園に勤めていた女医さんなんですけれどもあの高知の村々を回ってですねかあの患者収容に奔走する手記を出版したそれが非常にあの文学的な感じで美しい言葉に飾られていたのであのまあそれが映画化されたんですが。 その手記を今読んでみると驚くばかりの内容なんですね祖国浄化の完成する日の夕映えを思っていた綺麗だろうな綺麗だろうななんか美しい言葉なんですけれども祖国浄化っていう言葉が もうこの本には至るところにこう散りばめられているんです。もう完全なる優性思想の本なんですね。まあ、ちょうど復国強兵というものがあって、日本を強くしなきゃいけないというまあ、国民的なその流れがある中で、この小川雅子さんがもうこうみんなが飛びついたわけですね。やっぱり来の来病患者を排除したいという思いが皆さんの中にこうあったわけですね。社会の中にあった。でこの言葉だとあのこの方たちを療養所に送り込むことは いいこととなんだと幸せになるんだというふうに洗脳されていったというふうに私は思っているんですけれども、まあ、大義名分を与えてしまったといえばいいでしょうか、まあ、それでみんながその通報し合って、えー、まあ一,人も一人残さず療養所に送り込もうという村井健運動を支えてしまった映画なんですね。 あのとても怖いことだとだ思いますでこの映画の描き方というのは当時、来者というふうに言っていましたけど来者の症状そのものは映、まあ、してないんですねあの誇張して描いたりはしていないむしろ、ちら見せといいますかわからないように隠されているんです、ベールで覆われて目だけがこう見えているとか柱の影に隠れているこうちょっとうつむいているとか。 そういうなんか見せないから余計になんかモヤモヤしてモザイクがかかっている向こうは一体何なんだろうという。非常にこの妄想をかきたてるような、あの描き方をしている。まあ、これがかえってですね。あの病気の惨状を誇張する結果になったのではないかなというふうに思っています。で、その後、あの戦後治る病気になってから。これですね。 伊波敏夫さんこの方あの今も小,あの小説あの作家をやってらっしゃいますけれどもあのカミングアウトされたんです NHK の人気ドキュメンタリーの「人間列島」というシリーズでですね「ある結婚」という。で伊波敏夫さんは あのまあ回復者で入所者だったんですけれども、そこの看護師さんと結婚しました。そして社会を復帰すると、非常にこうハンセン病の新たな展開、新しい時代の幕開けを予感させるような展開だったんですね。で、あの非常にそれも社会が受け入れて、ワイドショーなんかでも取り上げられてですね、一時期非常にこうテレビにメディアを賑わせたんです。まあただその中でも描かれていますけれども、子どもの保育の問題で中の人が来てくれたら困るっていうような差別の問題 問題なども扱っていて非常に良質なドキュメンタリーだったと、まあ、思います。でもう一つあの73年723とこの頃はですねカミングアウトする人をテレビが取り上げるという時代がありまして鈴木茂雄さんまあ、田中文夫さんとも言ってましたけれどもこの方が仙台放送で敗者復活というふうに出て、えー、きます。まあ、この人の話も話し始めたら1時間あっても足りないのでもう今日はあの言えないんですけれども。 あの気仙沼の発展に大きく寄与した方で今もですね気仙沼の唐桑半島の先端に国民宿舎を誘致した人でもあるんですね胸像が立っています、もう地元のヒーローロなんですぜひこの方の歴史を調べていただきたいなと思いますけれどもあのこんな方が出て72年、73年このまま、もしかするとですね、えー、ハンセン病は治る病になったんだということが社会に広がってもよかった年なんです。このまま行けばよかった ところがです次74年砂の器がが登場しましまたこれがですね、まあ、皆さんこれで涙した人も多いかと思います私も涙しました松本清張原作野村義太郎これ助監督山田洋次さんなんですけれども,もう放浪する親子のシーンもう強烈でしたでしかも音楽がまた良かったですねタイトル「宿命」というタイトルです。 ここれが困ったことにあの家族訴訟の原告代表にもなられた林力さんのコメントなんですけれども前編を通じて描かれたのはライは恐ろしい伝染病で不治の病であり遺伝するという世界観メインの音楽の題名は宿命雷は宿命ではなかった誰かが宿命にしてしまっていたというふうにコメントをしていますけれども。 まあもう治って社会復帰これからしようかという時代にこの映画が出てしまったもう偏見を決定的なものにしてしまった私はこれがあって20年まあ後退してしまったんではないかというふうに思うんですね非常に映画としては感動巨編なんですけれどもあのまあちょっと残念なタイミングが悪すぎたということが言えるかと思います。その後どうか というとうですね、まあ、これが終わってから94年、まあ、来予防法があのことになるまではほとんど何もテレビは扱わなくなってしまった、まあ、テレビ局はそういうちょっと問題になりそうなテーマのものを扱わないともう触らないネタクを起こさないで特に今問題ない,ないみたいだし療養所は改善されてるしっていうことで、まあ、空白期ができてしまいます。 何も扱わなかったで96年の来予防法に向けて先ほどの斎藤さんも出してましたけれども稲京翔さんという方が、まあ、カムアウトしてその後森本明治さんがカムアウトしてでここであの次々とでで少しずつテレビがこの方をドキュメントとして取り上げるようになってきた、まあ、それでも、まあ、なかなかテレビは扱わなかったんですが、まあ、2001年の国売訴訟でようやく解禁ということになりました。 で日本テレビでは私が作りました、ね、これも非常に私としては15分という短い時間だったんですけれども見応えがあるものになったというふうに思っていますでも実はこれ後日談がありまして、まあ、放送したテープをです、ね、この方にお見せしに行ったんですねそうするとですね「何、まあ、で私の手を写すんだ」と言って泣かれてしまいました。 私としてはカメラが回っている時に手の後遺症について質問をして、えー、その私がさすったりもしていますからでそれカメラ撮ってるの分かってますから了解しているものと思ったんですけれどもアンさんは非常に嫌だったなんでこんなの写したんだと。まあ、私の まあ言い訳にしかならないんですけれどもこれは後遺症であって治っているということをまず伝えたかったで障害のレベルでいうと本当にこう日常生活には問題ないわけで軽度なわけですねこの程度の障害なんですよとこの程度の障害なのに一生ここにいるんですよということを私は伝えたかったんですねおかしいでしょということなんですねなんかもうやっぱりベールで覆い隠すことが嫌だったのでちゃんと伝えたいと思った。 だけど結果的にまあそれは本当に言い訳いで最も傷つけてはいけない人を傷つけてしまったという思いがあって今も私はどうすればよかったのだろうかという思いがあってまあアンさんとはその後もたびたび会いに行って長い時間をかけて 許ししててもらううかないなといいいとに思っていますこれは生まれたばかりの子供もを何度も連れて行ってますけれども杏、まあ、さんに抱っこしてもらいたかった杏、まあ、さんに早くあなたも子供を産みなさいというふうに言われたので結婚に踏み切ったという事情もあってですね、まあ、あのよく足しげく通わせていただきました、まあ、今はちょっともうあの、まあ、認知症が進んでしまったんですけれどもそんなことですで。でもなぜ私はそこのアンさんの思いに あの思いをいたすことができなかったのかというあの家族を含めて当事者というのは計り知れないぐらいまあ深く傷ついていていろんなやっぱりトラウマを持っているそんな後遺症ぐらい大したことないだろうと気にするなっていうふうに周りの人は思ってもですねその人にとってはそのこの手のためにその人生がもう翻弄されてしまったわけです。 でまあ、私のことを話すのがふさわしいのかどうかわからないんですけれども私も最近ですねこの年頃になって、まあ、50になってですね過去の自分の体験で、まあ、性的虐待があった、まあ、その被害者であったということが、まあ、気がついたんですねで、まあ、今ちょうどその問題に向き合っているところなんですけれども、まあ、性暴力の被害というのも あの自分のせいでは全くないのに自分が悪い自分のせいだと思ってしまってなんだか劣等感をし負ってしまって人に言っては絶対にいけない秘密をし負ってしまうんですね言ったら差別される石を投げられるだろう恥ずかしい人間だというふうな感覚がついてしまうなんか非常にこうあの無自覚だったんですけれどハンセン病となぜこんなに離れられなくなっていたのかっていうと結局なんかハンセン病の人たちに 自分のことを見ていたのかもしれないなと今は思っています。だから私はあの取材をしてきて、で勇気をもらってきた。あの私からするとですね、あの救済とか正義とかそんなことじゃなくてですね、やっぱり私が救われたかったっていうところなんですね。やっぱ彼らはものすごい逆境にありながらも尊厳を持ちながら生きているわけです。 で私もあの林力さんの言葉で先ほどファンさんもおっしゃってましたけれども恥でないものを恥とするとき本当の恥になるっていう言葉を聞いてものすごくハッとしたんですねそうだと私の恥被害は恥ではないと恥じるべきは加害者の方であるという気がいたしましてあのものすごく力をもらいました。 だからその今、保証法ができましたけれども、反省病の家族だと名乗る出るのは、すごく難しい状況だと思うんですね、なんか被害者なのに自分が悪いと思い込んでしまっているところがあります。 なんか、あの、誰がそうさせたのか、誰が、は、いけないことをしたのかという。加害者はどっちなのかということを、まずははっきりさせないといけない。まあ、これからの啓発というものも、そういうところにポイントを置いて、やっていかなきゃいけない。という気がしております。ちょっと長くなってしまいましたか。え、以上で終わります。三 <laughs> 人のパネリストの皆様、貴重なお話、どうもありがとうございました。 えー、お話をお伺いしていて、まあ、同調圧力の高い国である、まあ、日本では、まあ、体制の意見に従う傾向が強く、えー、民族浄化、えー、先ほど山本さんのご紹介の中にあった祖国浄化の名のもとに、えー、強制隔離を行うために村井権運動が起こり、まあ、その中で、えー 徳田弁護士が指摘された通報を行った国民は、まあ、自らの差別意識やまあ、加害性の認識なく国策に協力したというふうに思います。ただ、それが戦前の話で終わるのかというと、えー、皆さんがご指摘になりなられましたように、2003年のハンセン病療養所の入所者であるということを理由に、 宿泊拒否が行われた黒川温泉事件でこれに抗議した熊本県の菊池慶風園の人たちへの差別投稿などを考えますと戦前と戦後で変わらないものがあるように思いますしかし我々はハンセン病者回復者そしてその家族の方を 斉藤さんのお話にありましたように同じ立場社会の対等な一員として受け,受け入れていく必要があると思います。今回の家族訴訟では、えー、家族の方が受けた就学や就労の拒否あるいは村八分結婚差別というものを、まあ、人生被害と。 いうふうに表現を致しました。まあこうした家族の方々が受けた差別というものを考えますと、差別の解消こそが我々が求めるべきものだというふうに改めて感じました。今日はあのご講演をいただいたファンさんを含め四人の方々に多くの 気づきと学びを得たというふうに思っております最後に3人のパネリストの方に大きな拍手をお願いいたします <laughs>